皆さんこんにちは、マルサンの神永英二です。今日はゴジラの新製品の、ご案内なんですが、その前にマルサンのゴジラ商品を振り返ってみたいと思います。マルサンの最初のゴジラ商品は昭和39年、プラモデルの電動ゴジラ、そして、ブリキのゴジラがを発売しました。そして昭和40年には、バラゴン、41年にはエビダのプラモデルを発売し、昭和40 41年、ウルトラ Q の放送が始まりますと、プラモデルと同時に、ソフトビニールの回収玩具を発売します。ウルトラ Q に続きましてウルトラマンが放映され、ウルトラマンの商品もいろいろと商品化していく中 でこの時期に、ゴジラのソフトビニールも発売いたしました。ゴジラとバラゴンを最初に発売しました。これがですね、当時の、ゴジラなんですが、このゴジラ、ウルトラ Q の怪獣と異なりまして、このゴジラの形状なんですが、これは昭和39年に発売したプラモデルの形状を踏襲した形になっております。そしてこの商品ですね、後にブルーマークからも発売され、平成時代になりますと98年に、電撃怪獣大作戦シリーズという、ちょっと小さなサイズなんですが、このゴジラの、形態を踏襲したものを発売しました。そして2000年になりますと全く同じサイズのものもいろいろと発売開始いたしました。そして、2002年にはですね、こういったこのゴジラの形態の水中バージョンといいますか、水中で泳ぐ形態のものも発売いたしました。そして、2005年にはなんとこんなに大きなジャイアントサイズの、ゴジラも発売いたしました。アメリカのファンの方はですね、この形のゴジラのことを、クラシックゴジラと、呼んでいます。でその後ですね、2009年にはブリキのゴジラの試作品をもとに、形状をソフトビニールに置き換えて作ってみたのがこのゴジラ BO スタイルというものです。そして2009年に、この BO スタイルに続きまして、今度450シリーズにも、ゴジラがラインナップに加わります。この450ゴジラのですね、形態なんですが、これはですね、マルサンのプラモデルの、ゴジラ大という大きな1200円売りのプラモデルの、形態を踏襲したものになっております。そしてですね、今回のご紹介、ご案内させていただく、商品なんですが、まず、こちらですね。これが、ゴジラ450。ゴジラ450&大鉄塔セット昭和90年版税込み、2520円となっております。そして続きまして、ゴジラ350&大鉄塔セット、昭和90年版ということで、こちらが、14904円税込みとなっております。そしてもう1点、これがですね、東方怪獣漆黒オブジェコレクションということで、ゴジラ1955、こちらが5400円となっております。皆さんもですね、コレクションにぜひ加えてみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。